こんにちは。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 本日2回目の配信です。こんにちは。どうもどうもどうも。どうもどうもどうも。ハートありがとう。あきらさん、チョコレートありがとう。こんばんは。なんてびってぱってぱってびってびどってどどどど。高虎さんも先ほどぶりです。お仕事お疲れ様でございます。こんばんは。テロップ板チョコ集めてます。てびてみだまなまてみてみだまなまどど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 。こんにちは。たまこんさんもありがとう。先ほどぶりです。こんばんは。チョコ嬉しいです。よいしょなんかピエロみたいなのがいつものスタイルですね。もうこのこんばんはこんばんはこんばんは。24時間ぶりです。こんばんは。さっきはねさっきはねさっきはねってあきさんもありがとう。あすかさんありがとう。イエイ。先ほどぶりです。チョコのドレイをね歌いました。めちゃ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 バレンタインソングだねって言って歌ってました。ドゥ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 。君の思い聞けるのなら今すぐドゥ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 。秋2つクレープさん。アキさんはいつもクレープを2つ食べるそうです。アキクレープ2つさんありがとうございます。さっきは一声も聞けなかった。お仕事中だったね。すぐ帰あれなんか帰り行ってきますって言ってたよね。ドゥ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 。それってあれなの？それってあれなの？小さな声の歌ってあれなの？バレンタインソングなんですか？小さな今マッシュを見てます。恋の歌あるかな？あった。新垣結衣さんの。知らないかも。ちょっと歌えたらさっきぐらいの。倖田來未さんとかいろんな人歌ってるわ。みんな大好き。みんな大好き、ガキーさんですね。我は料理部です。あ、リクエストしようと思って。やっぴゃ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 。どうもどうも。あれ見れた？辞表。辞表見れました？こんばんは。やっぴゃ一緒なのかな。すぐこれ肩落ちちゃう。広い宇宙数一つ青い地球の広い世界で小さな恋の思いは届く小さな島のあなたのもとへ。あなたと出会い時は流れる思いを込めた手紙も増えるいつしか二人互いに響く時に激しく時に切なく響くは遠く遥か彼方へ優しい歌は世界を変える。恋の
ありがとうございます。鈴さんもありがとう。あなたは気づく、二人は歩く、暗い道でも響いてらす月、握りしめた手、離すことなく、思いは強く、永遠誓う、永遠のうち、きっと僕は言う、思い変わらず、同じ言葉を、それでも足りぬ涙に変わり、喜びになり、言葉にできず、ただ分かる、抱きしめる、ただ抱きしめる、ほら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌、ほらチリさん、チョコレートありがとう。今日はガーナチョコなんですけど、どうやったら7個に見えるのなあ。あー、なるほど。あ、見えるような、見えるような、見えないような、な7には見えるよ。7です。ほーら、あなたにとって大事な人ほどすぐありがとうございます。初めてあのモンゴル何百だっけ、モンゴル3以外のあのこの小さな恋の歌を歌いました。こっちの方が好きかも。ガッキーさんが本気になってしまいましたわ。チリさん、チョコレートありがとうございます。こんばんは775だったっけ、そんなような気もしてきたわ。モンゴル300ぐらいじゃないっけ300ぐらいだったような気もするけど、700までいったっけ。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チリプレンレンコン、チリプレレレレレッツトライ、チリプレッツトライ。800だっけ、え、そんないくっけえ、300だと思ってたんだけど、800なんだ。800でした。本家超えちゃってきたわ。チリプルレッツトライ、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。もうあと1日で大好きな金曜日ですね。金曜日ですよ。で、来週の金曜日はあれですね、手の誕生日、イエイイエイ。なんかあれじゃない、豆もっちさん10時から配信始まってると思うんだけど、豆もっちさんめっちゃ可愛くない？豆もっちさんの衣装
あ、そう、ニブちゃんが今配信始まったって言ってたね。なこちゃんもこれ可愛いでしょ。でもなんか正しいさ着方じゃないしさ、なんか分かんなくなってきたわ、可愛いのか可愛くないのか。うん、まあ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 、なんかおしゃカフェ喫茶店にいそうじゃね。このめっちゃ固めのプリン出しそうじゃない。固めのプリンがさ、あとメロンソーダと固めのプリンがあの一番うちで人気なんですって言ってそう。プリンふっとかって言ってふっとかって言って出してそう。なんだっけ、なんか違うな、ふっだっけ、違うな。そう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 、私プリンはね、やわやわよりももうなんだろう、どれぐらい、豆腐ぐらい硬い方がいい。あ、豆腐、木綿、絹、どっちだ、絹豆腐ぐらいの硬さでいいですね。チョコレイ、こんにちは。ニブちゃんとこから来てくださってる方がいそうですね。え、100人目、そういえばまだ行ってないよね。次100人目なんです。なんこみゅ、ぜひぜひ、まだなけんじゃない方探しちゃうよ。今いらっしゃるかわからないけど、ネベキューは野良黒さん、吉川さん、サンタさん、スティッチさん、アキピさん、チワワさん、山本さん、サンキチさん。あの、読めないよこれ、生まれで、うん、読めません、読めません。ヒッチチさん、カゴさん、マンポンさん、手をこう振ってる猫ちゃんさん、シキュチーさん、カジーさん、秋の風さん、ハチミツさん、まさみさん、ふみさん、ケイさん、あ、ここはもうレベル7、マルネルさん、ホタテ屋さん、ゴゴニッチさん、オカピさん、桜井さん、リクソンさん、モチさんがレベル7までの方です。ラスフリット、読めちゃった、読めちゃった、合ってるよね。他にある、当てはまるもの。さっきも歌ったんですけど、ちょっとまだ来てない方、さっき聞こえなかった方、ぜひ聞いててください。リクエストしようと思ってたって嬉しい。僕は見てる教室の片隅で、カバンの中隠しているこの恋の答えを、今日だけはチョコの奴隷、振り回される僕だよ。君の思い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい。ちょっと甘くてほろ苦い一日さ、その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。ラストワンショー、さあ、前回も100人目がなかなかね、時間かかった気がするで。太陽の愛しさはどこか似てる、晴れたり曇ったり日差しは変わる、気のせいかな君が近づいてくる、後ろの手に持ってるのはありえないミラクル、今日こそはチョコの奴隷、もうだいぶ口なすなよ、ご褒美とかもらえるなら一粒の涙を流そう、だって嬉しい、長かった僕の片思い、世界中の
孤独なものへ女王様愛をください。あけさがおさんレベコおめでとう、まことさんレベコおめでとうございます。バレンタインでは恋の決まってすとドキドキだよ、日常が採点される今日だけはチョコの奴隷、振り回される僕だよ、君の想い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい。ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ、その手伸ばして男は叫ぶ女王様愛をください。いい曲。こんにちは、今日2回目のチョコの奴隷歌わせていただきました。この曲は短めですね。懐かしいですね。あ、すごいレインボー、ありがとうございます。今日になってこの曲があることに気づきましたよ。こんばんは、こんばんは。チョコの奴隷、振り回される僕だよ。ありがとうございます、ありがとうございます。すっごいあったかくない？この3日間ぐらいめちゃめちゃあったかくない？すごくない？こんばんは。あったかすぎてもう春だと思ったよね。今日から暖房を切りました。さすがにね、こんなにあったかいともったいないしね。富士さんチョコありがとうございます。嘘、なんか雪降ってるとかってさ、誰か言ってた気する。雨寒いね、初夏でしたね。上着がいらなかった、いいね、最高だよね。明日寒いんだって、金曜日。金曜日といえばみんなどうなの？今時は飲み会とかって金曜日にあるの？私のパッパ、お父さんはね、毎週金曜日はね、よくね、飲み会、会社の行ってた気がする。でもやっぱコロナになってから飲み会全然ないよって言ってたけど。明日は金曜日、イエーイイエーイ。え、こんにゃく美味しかった？どういった？結構お腹いっぱいになるけどさ、1時間ぐらいでさ、お腹減るんだよね。こんにゃくだなって思う。いやー、春最高。やっぱね、春がいっちゃうなのよ。ちょっとちゃちゃちゃおちゃ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 、近くに茶がありました。2月8月はあんまり飲み会なさそう。そうなの？2月8月？こんばんは。2月8月。お、いけた。いただきます。春は花粉。さっきまでちょっと花粉だったような気がした。お水飲んでたから。茶は美味しいな、茶美味しい。ハーブティーとかお茶とかそば茶とかがもういっちゃん好き。カフェオレもね、価値が、カフェラテも好きだけど。あー、うまい。静岡の
茶畑とかで働いてみたいな。茶摘み。コボタンさん、フォローありがとうございます。お、この時間意外と人が少ないかも。こんばんは。みんな作業中？チョコレー日本一濃い抹茶ジェラート。え、なんかそうやってさ日本一濃い系の抹茶かな、山形にもあった気するんだよな。日本一とは言ってないけど、なんかね、すっごい苦すぎて食べれないやつ。もっと濃いのかな。みきちゃんありがとう。チョコレートありがとうございます。あ、そういえば始めてから見てないぞ。ちょっと充電が今日少し危うい。ちょっと充電するね。あー、分かった分かった。え、あれってどこのやつなの？食べた人絶対にむせる抹茶のソフト。あれ京都なんだ。あれ京都か。めっちゃテレビとかで特集されてるやつ。あれ京都か。いやー、絶対食べたい絶対食べたい。24位まで残り850点です。150ポイントだね。点じゃないわ。チャラララスステキミキララ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 ラ。板チョコは、あ、4位になっている。さっきまで3位だったの。うわ、ちょっと新しく、わわ、なんかめちゃよく見る方が3位に入ってる。めちゃよく見る方だこの人。3位まで60個ぐらいのチョコです。ほ、ただいま。イエイ、24位ありがとう。宇治に行って普通の抹茶ソフト。あー、でも普通のも絶対美味しいよね。え、絶対美味しそう。あ、いい感じ。角度大事。高級感あるソフトクリームね。みけちゃんありがとう。キャンディありがとうございます。なんかちゃんとした、あ、北海道のソフトとかも絶対美味しいけど、京都も食べたいな。抹茶好きだからな。抹茶大好き。シャララララ、こんばんは。キラキラありがとうございます。金曜日です。違う、木曜日ですね。一応夢のとこだし。あー、いいな。なんか抹茶のクレープとかも絶対美味しそう。え、京都のクレープとか絶対美味しい。え、でも誰だっけな、京都ずっと西に流されてる方、元気さんかな、ずっと西に流されてて京都に住んだことがあるっていう名犬の方がね、元気さんだと思う、いらっしゃるんですけど、京都は住みにくそうだなと思った。やっぱ住む場所が少ないのと、夏はめっちゃ暑くて冬はめっちゃ寒いみたいならしいよ。山形もそうだけどね、夏はめっちゃ暑くて冬はめっちゃ寒い。埼玉のお宅に埼玉は和丸さん、ゾウさん、ソフトクリーム、あれもめっちゃ美味しい。あれ普通にめちゃめちゃ美味しい。ニークレームのように少しの豆の字に行きたいですね。あれヨウさんっておいくつぐらいだっけ。ヨウ、あれ
三条さんはもう覚えた。てかファンクラブのあれ見ればわかるんだよね。あでもな何20代30代とかしかわかんないか。よう、おいでやすぼんち。はぶさんレベル6おべてとぼんち。盆地は夏暑くて冬寒い。まあ山形が京都とどっちで、いやでも京都よりね山形の方が冬寒いと思うな。だって雪の降る量のレベル違くない？多分夏の暑さだって山形がさ何だっけ、え何年前までだっけ最高気温一番だったしさ。あチリさん発見おめでとう。レベル25。そうなんだ、雪なんだ。でこんにゃく屋どうよ。三条さんの一個下、あかわいいね。あなたの一個下みたいな誰だっけ、あなたの一個下ミユチーさんかな。万物のミユチーさんのあの年齢があなたの一個下っていう素晴らしい素晴らしい素晴らしい可愛い。三条さんの一個下なあこです。三十三さんだから、あれ三十三だ。さすがに雪常に積もってる感じないけど降るときは、あなるほどね。じゃあ山形の方が夏冬の寒暖差に関しては勝ってると思う。絶対勝ってる。フェーン現象でもね、山形で暮らしたらマジでどこの、地方地域行っても暮らせると思うんだよな。だって夏の最高の暑さにも最強の寒さにも耐えれる。いや北海道が一番わかんないかも。暑さにはもう日本でどこでも住めると思うけど、でもどうだろう、北海道ぐらいじゃない、まだちょっと怖いの。変なとこ入った。あ大丈夫。リンゴ5つ分は体重。大丈夫だ。名古屋で運転なれれば。名古屋ってそんなボコボコなの？名古屋の地面どうなってる？韓国もね地面ボコボコ、めっちゃ酔う。韓国のタクシーってめちゃめちゃ安いんだよ。だからタクシーで移動する人めっちゃ多いんだけど、韓国めっちゃ地面ボコボコでめっちゃ気持ち悪くなるよ。感想わかんない、どうだろう、感想わかんないな。あ年齢リンゴ質問だったの、どういうこと、どういうことだ。私じゃあみかん3つ分とかにしようかな。みかん3つ分。みんなそういうちょっと面白い感じなの？あとは？あと他のメンバー面白いさ年齢の人いる？スキー場、スキー場ね。でどうだろうな、なんかふわふわの積もってる雪、人があんまりいないとこだったら普通に暮らせそうだけど、なんか意外と人がめっちゃ雪踏んで凍ってなんか固められたところの方が私めっちゃ怖いかも。もう結構もうめっちゃ沈むぐらいの方がどちらかというと歩きやすいかも。万毛さんみんなそんな感じ？そうなのか、なんでって言ったら、でもなんでって言ったらダメだよな言いたくない。わかんない、可愛いからか。私もなんかそういう感じで
そういう感じで行きたかったな。年齢不詳の女系で年齢不詳の女系で行きたかったな。でも意外となんか私が思ってる AKB さんとか秋元さん以外、あとはつんくさん以外のグループだと意外と年齢不詳のグループって意外とあるんだよね。それも最近聞いてびっくりしたかも。意外とある。それ最近じゃないな、ここ1年ぐらいで友達と話題になった。交差点をスケートリンク、怖っ、めっちゃ怖い。ジメジメ、キノコ育っちゃう。ジメジメ、年齢なんて記号なんだから、もう私も年齢記号で発表したかった。こんにちは。でもそしたら、あーでも誕生日は書いていいのか。誕生日はでもね、ね伝えたい誕生日伝えたいけど、リンゴの数どんどん増えてくんみたいな感じなのかな。リンゴ5個分、リンゴ6個分、リンゴ7個分。おばさんが若く見えるって意味で使われてる。え、どういうこと。あー、え、そう全然それじゃなくて、もう不明じゃ、年齢不明のグループとかいいな。1年に1回変わるから覚えてない。あー、なるほどね、なるほどね。誰も興味ないラフランス7個分、かわいい、めっちゃかわいい。芸歴20年とかなったらラフランス27個分とかなるかも。7個から始めて1個ずつ誕生日ごとに増やしとく。でも大樹さんなんとなく知ってるような気がするんだけど、気のせい？鳥アバターを見たい。どんな？ちゃんとあれできたかな、あのデジタルで描けたかな。私みたいにアナログで、あの黒くなってない何年で年女ですとか引っかからないにね。あー、なるほどね、なるほどね。あー、厄年だとかね、厄年だ。そういえばディズニーのさ、すごいまた話変わるんですけど、ディズニーのあのキャストさんの推しっていう子が最近ちょこちょこいるディズニーのキャストさん推し、あのパレードとか、あとは普通にキャストさんの友達推しみたいな言ってた。小学校の時丸々ってアニメずっと見てた。あーあー、だいわー、アニメわー、なんか当てはまるのめっちゃ出てくるわ。ダンサーの子ってこと？ダンサーどっちだ、あの子ダンサーの子、ダンサーの推し、その子がダンサー。小学校の時、でもドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか、あと何、もう一生やり続けてるさ、サザエさんとかしか言わないあ、違う違う、ジャンボリミッキー踊ってる子も多分推しとか言ってる方いると思うけど、私の周り女の子だから男性キャストさんの推しがいるんですよ。もう日本人じゃないんだろうなみたいな、もう海外の方の、ちゃんとあれなんじゃない、コスプレみたいなしてるんじゃないかな。ダンサーとかじゃなくて本物本物って
この前ディズニーといったらキャストさんがいっぱい話しかけてくれんだ、すごいね。知らん、それは。そうなんだ、いいね。一人で行ったら何する？あれ、ちゃんとパレード撮ってみる？席を顔出しちゃうと、もちろん友人が、キャストやってるんだ、キャラクターかな、それとも踊ってる人、キャラクターも踊るしな、ねえ。でもさ、パレードってめっちゃ風でなくなるんだね。風がさ、ちょっと吹くとさ、危ないから、何パレードのこう走ってる車みたいなのが揺れるのかな、すぐになくなるらしくて、せっかく会いに行ったのに見れなかったよみたいな。ん？誰？あ、今日もなかったんだ。今のパレードもう一回見てくと、すごいね、そんな行ってるんだ。年パス持ってる子ぐらいに行ってるじゃん。今年パスないんだっけ？風に吹く何も始まらないパレード始まらない合ってるね。峯岸さんって誰？ジャンボリミッキーの人？でも私のイメージはもうジャンボリミッキーの方もだけど、普通になんか王子様お姫様の推しの方のイメージ。でも本当日本人じゃないからさ、もうさ絵本の中に出てくるようなさ感じよな。パントマイムするキャスト、知らない知らない知らない、いっぱいいるディズニーのさ有名なキャストさん。意味不明なこと言ってる、ミッキーやばいやばい。普段年に1回かなんかしか月に2回行こうとしてる。私の友達もマジでパレードガチ勢さいてさ、楽しみ方教えてほしい。難しい、まだわからない。私大人になってから金閣銀閣の良さがわかるようになったくらいに、まだパレードもうちょっとでわかりそうなの。もうちょっとで良さめっちゃわかりそうだから。さ、パレードってさ2種類ぐらいあってさ、1種類がさこう花火ボン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 って上がったりさ、夜の閉園前にあるパレードと、普通にキャラクターたちがなんかなんとかなんとかパレードみたいな一緒だね。道をただこう練り歩くみたいな、練り歩くっていうのかな2種類あって、そのなんか夜にやるこう花火パンパンパンってなって、なんだっけ、ライトマッピングみたいなをこうお城とかに移して、あれはわすごい、もう一回見たいってなるんだけど、そっちのこの練り歩く方の良さをやっぱ推しメンとかいたら楽しいのかもね。わかる、そう、乗り物空いてる、わかるわかる。サイリウム振る、本当に本当にランタラランランダラララランランダラララ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 みたいな、なんだっけこの曲、この曲がパレードのタイトルだった気がする。タンタラランタンタラララランダララララランダラララランダ、あ、そう、エレクトリカルパレード、そう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 、そっちの楽しみ方めっちゃ知りたい。チュルルチュチュルルルル、ペイちゃんとかめっちゃディズニー好きでさ、なんか聞けばよかった、会った時に絶対聞こう。よさありがとう、おー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 、すごい、ありがとうございます、おー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 、びっくりびっくり、チョコレートありがとう、
イエーイ。33 覚えた。リンゴ33個分のヨウさん、ありがとうございます。オランダ行ってたね。でも私ね、もうね、あれね、もっとね、写真ね、見た見してもらった、連絡してね。そう、ちょうど行ってた日に連絡たまたまして、楽しいみたいな、今オランダ一人旅行ナウみたいな、本当に行ってて、私もいろんなのもっと送ってもらったもんね友達なんだっけ、なんとか権利なんだっけ、食券乱用友達権利でいっぱい見せてもらった。全部風景の写真だけど全部風景の写真しかなかったけど、よさん、ありがとうございます。50個、ドギャーン、ヨウヨウヨウ、33、ヨウ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 、この3を2つつなげて絵を描きたいなと思ったんだけど、ちょっと私にはしーちゃんみたいな絵の才能なかったわ。ダメだ。こんばんは、ドイエーン、ヨさん、よいしょ、ありがとうございますで風景の写真しかないのよヨさん、ありがとう。これのイラストのタイトルは33です。33ヨさん、いい感じですね。ドゥ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 、ありがとうございます、ありがとうございます。え、としーちゃんの絵はじゃそうだよ、比べちゃダメ。そう、イメージはね、そういうちょっと芸術系をイメージしてみました。ありがとうございます。なんか絨毯にありそうな柄、ちいかわ、ほんと？ちいかわのポケットティッシュ買っちゃってよ、私、かわいすぎて。23位、ありがとうございます。イェイ。シフォもディズニー詳しいし、ペイちゃんもディズニー詳しいし、うん、ほんとにみんなディズニー大好き、みんなディズニー大好き。比べちゃダメよ、はい美大ってすごいよね。私美大の映画なんだっけ、あれ、美術の映画、映画じゃない、ドラマ、違う、アニメなんだっけ、去年流行ったやつ、美術のアニメなんだっけな、ブルーバード、ブルーバードだった気するんだよな、ブルーバードピリオド、ブルーピリオド、そうだ、美術ちょっと好きな人、ブルーピリオド見たら絶対楽しいと思う。こんばんは。5年に1回あれだね、オリンピックよりも空いてますね。ヨウさんのが多分そろそろ加算されたはず。板チョコランキング現在、お、まだかも、まだな気がする、まだでした、ただいま、あとで行こう。5秒に1回1、2、3、
四五はい1、2、3、4、5はい、もう何もできない何もできないよ。そういえばお邪魔状、お邪魔状ドレミのガチガチオタガチ踊りみたいなの TikTok で見ちゃってね、ちょっとさびっくりしちゃった。お邪魔状ドレミ、私とっとこハム太郎はみんなに教えてもらって知ったんだけど、お邪魔状ドレミのなんかダンス、あれはすごいよ、あれはびっくり。みんな知ってるかな。ハム太郎はなんか楽しそうって思ったんだけど、ちょっとねお邪魔女ドレミのダンスはちょっとねなんか一周回って怖かった。なんかみんなが同じ動きをさすごいずっとしてるのがさすごいちょっとびっくりした。ピリカピルリラ違う、ピリカピルリラなんとらなんとかなーれ違う、ピリカリララえかな、あの曲あんのかな。お邪魔女ドレミなんか TikTok で見ちゃってすごい頭にの残ってる。お邪魔あったかも、お邪魔女カーニバル、なんかめっちゃあるわいろんなの。ソラミミさこれかな、ピリカピリララこれなのかなチリさん知ってる、これかも、これ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 のダンスがやばい。まあめちゃめちゃ昔だと思うよ。どんどん不思議な力湧いたらどうしよう、びっくりびっくりビビ、なんだかとっても素敵だね、いいいいでしょう。日が日曜日学校の中に遊園地全部ゴミ箱に捨てちゃえ、教科書にでも書いてないけど子猫に聞いてもそっぽ向くけど、でもねもしかして本当にできちゃうかもしれないよよ。大きな声でピリカピララはしゃいで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね、火山が大噴火お空に響けピリカピララ飛んで走って回っちゃえ、ナスドレス先生レスの満点ドキドキワクワクはレンジムキュー長く聞いてこれ踊れたらちょっとね怖いよ、心配心配ゆっか辻尾直線に辻田さんの日曜日の時この曲あそうなんだ、ゆっかをゆっか世代ってこと、私のお姉ちゃんも世代かも、こうやって年齢が分かってくんですね。流れ星をつかめたらどうしよう、パチリパチリバンバン願い事が叶うねいいでしょう、歯医者さんはずっとお休みマシュマロにしちゃえ、そんなの無理さ君は笑うだけ、子犬に聞いても尻尾振るだけ、でもねもしかして本当にできちゃうかもしれないよよ、大きな声でピリカピララふざけて騒いで踊っちゃえ、パパママ先生雷おじさん寝なさいなんてね、雷落ちたお空に響けピリカピララじゃれて走って遊んじゃえ、
ジュースで乾杯、おかわり100杯、元気がてんこ盛り年中無休。大きな声でピリカピラら、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生、ガミガミおじさん、うるさいなんてね、火山が大噴火。お空に響けピリカピラら、飛んで走って回っちゃえ。テストで3点、笑顔満点、ドキドキワクワクは年中無休。ずっとね、年中無休。昨日 TikTok で流れてきたのを、なんかちょっとでもね、ちょっと癖になっちゃって3回ぐらい見ちゃって、ちょっと覚えた。心配してます、心配してるよ。パチ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 、ありがとうございます。あ、マフラークマちゃん使ってる。あれ、マフラークマちゃんとウッキーは、ウッキー今のところ見てないぞ。アキウッキー、アキウッキー、ラミカピラダン、ドド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 プリキュアに移動してましたね、多分。お邪魔女カーニバルから。でもまあどっちも同じだよね。魔法使える魔法少女ってさ、永遠にさ、ちっちゃい子がさ、好きだよね。でもさ、やっぱ魔法系ってさ、なんか、いろんなアニメがあると思うけど、まあ被るところは少ないけど、なんかドラえもんとかクレヨンしんちゃんって、唯一無二って感じするよな。まあかぶるとこどうなんだろう。でもドラえもんってすごいよ。明日のナージャ、わー、プリキュア、プリキュア。私お邪魔女の時なんで見てなかったんだろう。ズイタン見てるってことは見ててもおかしくない気がするんだけど、なんでだろう。他のやつ、お邪魔女、私は多分お邪魔女理解できなかったのかな。お姉ちゃん、あんだけ見てたら分かる気するんだけどね。ドラえもんはドラえもん温度じゃない？ドラえもん温度。私結構ドラえもん温度よくテレビで見てたよ。ドラえもん温度。ピリカピララン。頭に残りますね。ドラえもんガチ勢のダンス、これ。超懐かしい。え、絶対流したよね。めっちゃ可愛いこの曲。あ、わかんないわ。プリキュアがちょうど小1だからお邪魔ちゃん少なくとも年少年中。あ、年少の時私本当にまだね理解してないと思う。私は多分何見てたかな。よったせよったよったよったせ、あれ踊れば。ひょっこら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 。私年少さんとかもう何考えてたかな。あのコロコロ、あのめっちゃ薄いさ折り紙をさ、どれだけ細くさこう丸めて剣作れるかをずっとやったりとか、ずっとあのモールみたいなのを永遠に三つ編みしてたわ。三つ編みにする、なんかセロハン、なんだろうな、剣いっぱい作ってた。めっちゃ細く、めっちゃ細いの。あとハムスター飼ってたから、なんかねトイレットペーパーの芯をこうめっちゃタワーみたいにしてハム滑らしてた。今思っとね、かわいそう。こうでもね、滑るの以外にもちゃんとこう迷路みたいな作ってハム入れてたんだけど、絶対怖い。どうなんだろう、ハムなら怖くないのかな。あとあれ、丸いビーズみたいな、プラスチックみたいな、こうやってやって並べてジューってなんか
アイロン、お洋服のアイロンをジューってしてなんかキーホルダーにしてイエーとかやってたわ。いかに細く長く作れか、たくさん作ってほんと。あと泥団子だよね。泥団子しか見てなかったかもしれない年長、私多分考える力ゼロだった気がする。年長ぐらいからはなんかねちゃんと自我を持ってたと思う。いかに深い穴をすく、いやー深い穴、え、むずくない？私のさ、学校、学校？まゆごさん、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。チョコレート、 YouTube で毎日配信、そうなの？そんな人気？掘るのってさ、サラサラの土だったんだよね。サラサラの砂みたいなので、うちの幼稚園が、だからね掘れなかったんだよね。迷いごこここここ孤立ね、ありがとうございます。そんなおじゃまじゃドレミ人気なんだ。なんか一周回ってめっちゃ人気だよね多分。よっこいよっこらよっこらせん、よっこいよっこいよっこらせん、ありがとう。迷いごきつねさん、迷いごきつねさん、ありがとうございます。ありがとう。ルドナでやってる、確かに一緒ね、一緒一緒。素手で砂場に飛んでる、で爪のさ間にさいっぱいここね挟まってさ、汚いよなあれなんかさ美容師さんとかがさこうねこう染めるさ、何カラー剤が爪についてんのはさ全然さ普通にさ何も思わないしさ、お仕事柄そうだよなと思うけど、爪の中に砂入ってんのはちょっとさなんかめっちゃ怖くない？ここに何がいるんだろうって思う、今思うと。いやでも ね素手でさ泥団子作ってた時なんて何も気にせずさ、いや怖いね、怖い。もしさそうやってさ幼稚園とかの先生だったらさ一緒に作ろうとかさ、なんかこうプレゼントとかもらうんでしょ、怖い。心からの笑顔、うわーありがとうって言って、はっはっ怖いってなっちゃう。でさすごいいっぱいいろんな虫とかさ、いやいるじゃん砂場だもん。踊れ踊れドラえもん音頭、え知らない、私もこのやつあんま聞いたことなかったでもこれしかないから多分。あなんかもう一曲あるわ、えもう一曲あった、え一緒、えわかんないわかんないわかんない、え一緒かも、あ一緒だ一緒だ、ごめんなさい一緒だ。日曜あの時間のアニメってご近所物語、花だクレヨン王国、なんでそれ知る、知らない知らない。えでも多分あれでしょ、5年ぐらいしか変わんないでしょ、5、6年。私の5、6年でそんな変わるか、変わるか。お姉ちゃんとかだったら多分そのご近所物語、花田、クレシン、お邪魔、何クレヨン王国、わかんない、その流れ知ってるかも。ご近所物語はねお姉ちゃんめっちゃ漫画持ってたから多分そこからなのかも。ドルダンゴ食べてやばい、えするよねそれね、あーもぐもぐってもぐもぐって言えばいいんだよ多分。あるよね、でも今時どうなんだろう、泥団子って今時の子作る？なんか最近の子はさ全部さ書かないでさ、教科書があれでしょ、みんな iPad とかでしょ、だからなんかそれもすごいよね、絶対めちゃめちゃ違う、たった
パッタって言ったあれか。何歳？15歳下ってこと？恐ろしいね。15歳下みんな変わってる。踊れドラドラは声優変わった後。踊れドラドラドラえもん音頭、違うかな。てちこさんありがとうございます。チョコレートありがとう。踊れドラドラドラえもん、踊れドラドラで出んのかな。イナズマイレブ見てたわ。2階から、え2期から。あ、そうなんだ。え、でも見てたよイナズマイレブ。よっこらよっこらせ、踊れドラドラはないか。フフ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 フ。あれ、これマッシューの曲かな。これだ。イナズマイレブンあれゾイタンのハマったものリストの中にイナズマイレブン入ってた気がするな。なずれ、イナズマイレブンも推しとか決めれそう。なんかハイキューもめっちゃ推しとかいるしな。生身のままいけんとこまで、ずらでずらでたらなぬぬビンバンバビンバンバビンバンバンバンビンバンバビンバンバビンバンバンバンビンバンバブリンバンバブリンバンバンバンヌブラデンゾーノー。マイコーさんチョコレートありがとう。おはます。推しの中で合唱始めたとか、え、そうなの、あれそうだったっけ。ちょっとまたあの推しまとめてくれたの見ないと。推しのおかげで どの推し合唱やってる。のだめカンタービレしか今出てこないぞ。こんにちは、ぜひフォローしててください。あ、小平さんだ。マフラー悪魔ちゃん、ドラえもんっていうも、あー夢見よりめっちゃ懐かしい。それは懐かしすぎる。なんだっけ、ありそう。夢日和。イナズマイレブンの推しがピアノめっちゃ弾きだから音楽すごいね。すごい、そんなとこから。てかイナズマイレブンにピアノ弾ける人いるんだ。なんかピアノの音楽のこの譜面に乗ってサッカーボールが進んでいくよとか、そういう演出ある感じですか。なんか稲妻イレブンってそういうイメージ、不思議な魔法を使うイメージ。やばいやばい、懐かしい。もしんばるなら強にささやくのはお日様、一緒においで君の宴に耳を澄ましましょう。シャボンの雲で顔洗い、そよそよ
夜のカーテンを止めてあげる。明日も会えるよ夢見ように。その笑顔忘れずにいるなら。おめでとうフォーフォーさん。ニブちゃんの時からこんにちは。ぜひフォローをしてってください。ハートだよ。でキラキラありがとうございます。こんばんは。ぜひコメントも待ってます。ありがとう。100人目です。イエーイ。ふわふわさん、レベチおめでとう。ならぬ心、光へと話してごらん。箱にしたい。ありがとう。こんにちは。明日また幸せであるように。めちゃめちゃハッピーな曲ですね。お、ほしーさんありがとうございます。ほしーこんばんは、フォローもありがとう。ハートキラキラ、みんなありがとうございます。願い、クレシンの映画の主題歌もいいんだよな。え、なんだろう。こんばんは、フォローありがとう。どうもどうも、 BGM 何か流しとこう。ドゥ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 、こんにちは。大将さんありがとう。懐かしい。でも私もめっちゃこの曲好きだった。なんかこのメロディーがめっちゃ好き。ドゥ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 、はじめまして、こんばんは。大将さん、レーベン21おめでとう。コーヒーさん、チョコ、こう、あ、ホッシーさん、ホッシーさん、モフモフ、イエイイエイイエイ、ふわふわだふわふわとモフモフで間違えた。ふわふわ、ふわふわ、ふわさん、ほしーさん、ほしーさん、大正醤油ラーメン、ほしーしーしー、お幸せ、ふわふわん、わん、わんため、こへいぬ。お、ただいま。こんばんは。チョコレートありがとうございます。いいよ。へへいへい、こへいぬ、まとめちゃいました。でも夢物語教えてくれてありがとう。そしてふわふわんためん、ほしあわせ、たい醤油ラーメン、ありがとうございます。ほらありがとう。こうちゃんもありがとうございます。にぶちゃんのとこから、あれ誕生日なんだっけ。こんにちは、フォローたくさんありがとう。すごい、1700まで来ました。一気にすごいすごい。ありがとうございます。
こんばんは、シュラいろんな味食べていいよ。こんばんは、ふっぴっぴさん、さとしさんフォローありがとう。ケイゼットさんこんばんは。え、なんて、あ、100人目、100人目そうだ、行ったんだ、イエーイ。願いをかけましょう、夢見ように明日また幸せであるように。丸あげようって曲で歌ってんね。丸あげよう、丸あげようって曲、丸あげよう、丸あげよう、これしかないけど、これかな。あ、じゃあチャジマンタンも全部トッピングしたくなる、全のせ、これいたことある、すごい聞いたことあるかも。日向を主張するハッピーオーラか、何なんだろうね、あのプワーって感じ、プワーってわかる、めっちゃ好き、私もめちゃめちゃ好き。かなわなくて夢は夢さ、泣いて笑ってそれが人生、へぼな毎日に丸あげよう。え、絶対聞いたら分かりそう、ちょっとメモっとこう。よいしょよいしょ。夢びよりまるあよく、あ、待って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 、私今普通に書いてたけどさ、普通にこれ消えないところに書いちゃったこのさ、普通に消えないところに間違って書いちゃったわ、やっちゃったやっちゃった。まあいっか、ここに曲リストにしていこうかな、もう書いちゃったしな人は変わっていくものだけど、人は変わらぬところもよくて、波乱万丈十人十色、情けない自分にも丸あげよう。歌詞が素晴らしいですね。こうちゃんフォローありがとう。めちゃめちゃいい歌詞だね。妻も子もアルミだからしっかりしたいけど、いまだにプロレス大好きで漫画も欠かせないプロレス大好きなんだ、プロレスって怖い。これはプロの歌手じゃなくてお笑い芸人になるほどね、少しでも知ってるつもりさ、ただ少年のまっすぐさをなくしたくないだけ、なくしちゃダメだよみんな。叶えるのが夢だけど叶わなくても夢は夢さ、わー深いね。泣いて笑ってそれが人生、平凡な毎日に。人は変わっていくものだけど、人は変わらぬところもよくて。星さんレベジおめでとうです、イエーイ。上位陣すごいめっちゃ、いやそうなんだよね、私もさっき見た。波乱万丈十人十色、情けない自分にも丸あげよう。あの頃の情熱どこ行った、どっか、どのどういう何情熱ですか。しんちゃんの映画、大人になってみると目線が変わって別の感、なるほど、確かに見てないかも大人になってから。え、大人天国じゃない、それこそ
私大人になってから大人天国でも大人天国って多分昭和のさ街並みとかがめっちゃ出てくるじゃん。だからなんか多分昭和の私のさお父さんお母さんとかが多分一番響く映画だと思うんだよね。私から見たら昭和の街並みってさねえ分かんないよね。そう平成版だったらめちゃめちゃ分かると思う。でも平成と令和の違いってあんま分かんないかもしれない。どうなんだろう。昭和と平成ってなんか街並みとか全然違うの分かるような気するけど令和の街並みってなんか別にまあね変わってまだ数年だからかな。これがまた30年ぐらい経ったら変わるのかな。私ももう大100に何50丸ですよ。舞妓さん100丸100丸ですよ。明日また幸せであるようにラララララ空のリボンって可愛いこの曲。その空のリボンって何？考えた人天才？なんか今の方がさなんだろう、ふわっとしてる気がする。昔の方がこう直接的な言葉が多いような、今はなんかエモいとかなんか雰囲気大事雰囲気大事雰囲気でもそうじゃない。なんかこうチルとかさね、そういう言葉があるぐらいになんか自分でそういうのを感じ取ってねみたいな。ちょっと前のいや一番もうほんと昭和の曲とかまで行くとなんかめっちゃ直接的な歌詞が多い気がする。あブブズあやばいやばい思い出してしまったでも京都住みづらいらしいよ。いやそう住む場所もないから家賃も高いし本当に観光向き者向けって言ってたよ。ブブ漬けも出てくるしなんかいませんか京都住んでてはんそんなことないよっていう人いたら言って。で昔もナウイあそうなの言ってたの。またわあゆずさんとかもさもうゆずさんってもうそういう部類よな。なんかもういい曲って感じ。鳥谷さんこれ鳥谷さんはどなただ。ああ、でそう三丁目の夕日絶対見た方がいい映画一覧で絶対出てくるんだけどランキングでね。そう映画何見ようかなって迷う時にさ見た方が人生見た方がいいよランキングみたいな絶対3位ぐらいに三丁目の夕日来る。2位か1位123でもさそう昭和の街並みって私はまだ分からんのよな。そんなことないよ聞き手の解釈に委ねたイメージ。本当？今さだってポケットからキュンですの方がさ解釈難しくない？ポケットからキュンですどういうことだろうってそんなことないのかな。私ちょっと考えるのが苦手大人帝国は子供付きそうで見に行った親たちをガチガチさせたですね。本当にそう思う。ちっちゃい時見ても死ぬほどいいなと思ったけどでももう一回見た方がいい気もしてきた。昭和の街並みわかんないけどほぼ忘れてるし見るかしんどいな。いやでもこれはしんどいと思って見ちゃいけないね。うわ懐かしい、はあ、映画館で見に行ったな。死ぬほどあの時ってビデオ屋さんがあってさビデオ借りたんだよね。今となってはさネットフリックスとかさネットでね CD とか持つのがさ多分主流じゃなくなったよね。 DVD とかもわあ、あーそっか。なんか東京オリンピックなんかそういう描写あるよね。こう太陽の塔覚えてるわ。
万博は、え、今もそういうのやっぱりちょっとクレヨンしんちゃん出してほしいな。クレヨンしんちゃんってすごいな。なんかジブリは今見てもちっちゃい時見てもあんまり変わんないかも、なんとなく。6泊7泊で新作、純新作があって、新作は2泊1泊2日で返さないといけないから、土日見てピャッて返して、3泊4日だと土日ゆっくりちょっと金土日見て月曜日返すみたいな。でポストとかで返せるのが楽なんだよな。わあ懐かしい。わかる、めっちゃ通ってた、超楽しかった。ビデオ屋さんってめっちゃ楽しいよね。これ常に新しいのいっぱい出るしさ、ね、うわー超懐かしい。今の子ないよ多分それ。延長料金ちょっとね、でも私忘れたことないからそこまで恐ろしさわかんないな。花の名、あ、トムとジェリーなんだ、なんかおしゃれだね。花の名誰、花の名、明日また幸せであるようになら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 、これでしょ。1000以上いって焦ったな、しんどいね。でもその時ってなんかもうお父さんお母さんがさね、管理してたから自分で忘れることなかったのよね。今借りたら忘れそう。なんだっけ、チャージスポットよく返し忘れたし。でもチャージスポットは一定の金額いくともうそれ以上かかんないようになるから、まあまだ助けられるんですよね。飲みにガホがいるのよ。それ結構大人になってもじゃあビデオ借りてたんや。20世紀悪にハマっていく感覚が分かんなかったけど、大人になってから見ると結構本当に本当に、私まだ分かんない。見るか、2時間ぐらいでしょ、ありですね。金曜日だしね、みんな土日で見るのもいいですね。わあ懐かしいな。でもやっぱ新しいものもさ、いいもの見つけたいよね。いや昔のやつがいいのすごいわかるんだけど、今見ていいなと思う映画何かな。すごい安倍貞夫さんの死に至る病今出てきちゃったポンって、なんか今思い浮かぶ映画あるかなと思ったけど、あれ怖くないんだけど、全然ホラーでもないしサスペンス系なんだけど、うん、いい映画と言われたらちょっと難しい。やっぱクレヨンしんちゃんがいいのかも。やべ、家の猫だ、やべ、あー、はい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 、あるね。こんばんは。25分ぐらいまでにしようと思います。バンプオブチキ、わあ、狼子供の雨と雪、うわあ、あれ見たの何歳かな。あれも今見たら変わる系ですか。変わる系、視点変わる。昔レンタルビデオを返し忘れたままお店が、絶対それヨウさんだけじゃなくてさ、もっといろんな人ビデオ返さず終わった人いそうだね。でも今レンタルビデオ屋さんとかめっちゃ潰れてるとこありそう。それこそ山形のとかさ、なんかちゃんと大きいとこだったらさね、あるんだろうけど、ちょっとしたちっちゃいとことかさ、ゲオとかじゃない限り潰れてるだろうね。伝え、あ、伝えもらえの、やっぱそうだよね。レンタルビデオとかね、みんな使わなくなっちゃったよね。そうだよね。トットロトットロ、お母さん目線、おばあちゃん、おばあちゃん目線になるのか、すごいな。
え、あれ千と千尋も次ユバーバになってるかも。ユバーバ目線だとCD はネットレンタルです。あ、ネットレンタル私もそうだな。ルガバチタイも潰れちゃって、うわー、しー、バイト楽しそう。ツタヤのバイト楽しそうだね。レンタル店ないと、あ、そうなんだ。困る方もいらっしゃる。これ聞いたことある。あれ、狼子供、雨と雪、なんかもう覚えてないけど、視点変わるんだろうね。見た時は何歳だったんだろう。私は狼になりきってたかも。いや、どっちもよく分かんなかった気するな。狼の気持ちにもあんまり分かんないし、でもあの狼子供の雨の雪って狼の期間結構短くてすぐ大人になっちゃうからさ、ちっちゃい時に見てあれこそやっぱ大人見るものかもしれないな。狼の子供が大人になって自分がお父さんになってっていう話だよね。でもこれ以上言ったらまだ見てない方いるから絶対言わない方がいい。あ、三丁目の夕日なんだ。家はもういろいろ起きすぎてる。ちょっと楽しそう。なんか何置いてあるかわかんないお店って楽しいよね。こう掘り出し物的な。家の近くの HMV あれでしょ、めっちゃ大きい CD 屋さん。わー、潰る。何になるんだろうね。今何屋さんになるんだろう。流行ってるものって何よ。チル今チルしか出てこないよ。な、今時はチル、サウナ、チル、サウナこれぐらいか。足湯とかできるのかな。足湯カフェができるぐらいだもんな。チルサウナ、ミュージックショップさん。お、ミュージックショップさんはずっと言い続けてね。ミュージックショップ潰れちゃダメ。あー、なおこちゃんの CD じゃー、悲しい。ネット使わないで自分の、あー、え、でもネット自体は死ぬほどこれからも永遠に使い続けそうな気がするけどな。狼と人間の間で揺れる作品なので、二人の葛藤読み取るお母さんの気持ちが泣けます。ちょっと見てみたいね。見てみたい。家でなくても何でもできるような形でほっといて行きつけるラーメン屋さん、食べるにはお三家しか、ご飯屋さんはねなくならないですよ。絶対なくならん。大事大事。なんかね、一時期コロナの時は映画館ですらね全然人入れなくて大丈夫かなって、でもなくなったらもう嫌だと思ってたけど、よかった。誰超えてる。でも山形もないから大丈夫。多分山形ないよね。あ、分かんない。私がいた時はなかったけどないような気がする。近くの本屋なくね、やだ。本屋なくなったらやだね。でも映画見たくなったね。この今配信してて映画めっちゃ見たくなった。絶対見る。クレヨンしんちゃんと、なんだっけ、狼男、雨雪、ドラえもんは普通に歌が好きだな。まあドラえもん自体めちゃめちゃ好きだけど、ドラえもんは何の回が好きかな。なんかドラえもんもめっちゃ昔のやつ思い出しちゃう。でも結構私ドラえもんのあの映画行くけどね。小平さんレベル30におめでとう。ではでは、ここら辺で終わろうかなと思っておりますが、マスカットさんが今ちょうど来てくれてる
こんばんは。ドド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 ビンバンバビンバンバビンバンバン。現在23位にいます。にじちゃん17位に発見。発見。おお、板チョコランキング3位に入ってました。すごい。深川さんの1個上にいます。あの全体の総合ランキングの1、2、3位が今板チョコランキングも1、2、4位にいますね。好き好きランキングはまた別で、これちょっとやばいな。あれだね、ちょうど板チョコを集めてる気がする。これは今ランキング総合ランキング3位の方多分みんな板チョコな気がするんだよね。タワレコって東京にしかないと思ってたよ。でも私もそう思う。多分山形にない時点でもう東京にしかないって、なんとなく。でも仙台とかありそう。ドキキャンサーデビュー18おめでとう。もう終わっちゃうのですが、インドですかマスカットさん。てん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 、ありがとう。あーもうありがとう。ちょうど見てる時にちょこちょこっとありがとう。アーティストに会える場所だったのですが、すごい。え、浩平さんってどこに、ちっちゃい時、高校生の時ってずっと長崎。あっぱれ戦国大合戦ね、大好き。お、ありがとう。チョコレート20枚。もう一日チョコレート何枚、100枚ぐらい今食べてますね。今チョコレート一日100枚食べてますよ。ビンバンバビンバンバン、チョコっとチョコレート。ゾイタンはピアノを始めたということは、私を見てバイオリンを始めてる未来もあったかもしれない。バイオリンおすすめです。レナー並みに食べてる。マスカットさん、チョコレートちょこっとありがとうございました。すごい、20枚やったら何だろう、何ができる。チョコレートケーキでも作れちゃうね。コメディ分野では焼肉ロード、歌うケツだけ爆弾。え、あんま覚えてないな。焼肉ロードは覚えてる。ケツだけ爆弾どんなだったっけ。なんか白にあの爆弾がついちゃうんじゃないっけ。だよね、そうだよね。イエーイ。バイオリンはでも最初本当にハマるかなと思うまではあのレンタルでできますぜ。意外とてかズイちゃん似合いそうです。ではヨウさん、33をモチーフにしたチョコレートありがとうございました。迷いごきつねさんありがとう。こうへいさん、夢日和、練習しときます。ふわふわもふもふ、ワンタンミンさん、星合わせさん、大正ラーメンさん、大醤油ラーメンさん、チリプレッツトライ、どっから書いたかな、ここら辺かな。アッキー2つクレープ、そしてチリプレッツトライさんありがとうございました。お茶飲みずにいっぱいやってるね。でもどうなんだろう、そんなに高くないバイオリンたくさんあるよ。どれぐらいかな、全然自転車とかより安いと思います。自転車より安いよ。ヘンダーランド見て、大好き大好き大好き。変なキャラクターいるやつだよね、わかるよ。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。亀吉さんレベ7おめでとう。
陽さんが思ってたよりも近いんだなと思いました。年が近い。よし、家のチャリ売るかそしたらバイオリン20個は買えると思うよ。多分20個は買える。いや50個ぐらいいけるかも。あの初心者楽器もさ、初心者用の楽器とか買ったら意外と安いからな。え、バイオリン始めようとしてえ、どうなんだろう、え、どんぐらいするんだろう。ちょっと後でバイオリン相場調べてみよう。わかんないや、私ちっちゃい時だから買ったのはなんか子供用と大人用があるね。どんなもんなんだろう相場、知らないな。見てみよう。板チョコ、え、嘘だ、え、嘘だ。2位は嘘2位は嘘。2位です。戻ってきました、ありがとう。やったやった、2位だって。まさかじゃない。これはね、なんだ、何着てんのかなと思うじゃん。これはですね、シベリアンハスキーです。どこが見えやすいかな、こことか。これシベリアンハスキーの服です。なんかちょっと強そうだけど。やったー、ありがとう。シベリアンハスキーがそこら中にいるっていう服ですね。ありがとう。おおお、うん、ありがとうございます。可愛いでしょ。動物のお洋服集めてますではでは、ジュニミケちゃんありがとうございます。ブルーピリオドおすすめです。9位ふわふわさん、泣きおめでとうございます。モフモフって間違えちゃった、ごめんね。8位マユエゴさん、コメントもたくさんありがとう。鳥のあれがあるんでしょ、気になるね。7位あきゆきさん、クレープ糖質控えめに。そして6位ホッシーさん、あれホッシーさん久しぶりって言ってたよね、いっぱい来てください。5位チリさん、私はチリさんの年齢の1個下です。4位大社さん、大社さんごちそうさまでした、いっぱい食べてください。そして3位マスカットさん、ギリギリ出したが滑り込み、チョコレートありがとう、今度もっと早く来てね。2位コウヘイさん、夢日和とバンプオブチキンね。バンプオブチキンといえばなんか有名な曲思い出せない。10個くらい下、いや1個下がいいの、1個下が1個下がいい。チリさんの1個下ということは、うん、サイです。サンキチさんレベージおめでとう、あら、サイです。1位ヨウさん、おお、なんとか上に2位まで押し上げてくれました、ありがとう。有言実行マン、ありがとうございます。あ、天体観測かもしれない、そうだ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 、なんだっけ、なんとかくんでしょ、西くんみたいなじゃないっけ、多分バンプオブチキンのボーカルの方、それしかわかんない。お腹いっぱい、ありがとうございます。皆さん2位まで来ました、2137盛り上がりありがとう、イエーイ。明日は花金ということで金土日頑張りましょう。私はちょっと明日まで多分めちゃめちゃうわーってなってるのは明日のもうどれぐらいだろう、で今日の夜めっちゃ頑張って確定申告大体でも明日の夕方ぐらいまでかかりそうかなぐらいまではかかって、そしたらラーメン青さんとラスフリットさんの動画ちょっとまとめていこうかなと思ってます。ちょっとねスタンプがね前回できなかったので悔しい、お任せしようと思ったらねできなかったのでちょっと YouTube の方に移動しようと思います。あれ藤原さん全然違かったわ
全然違かったもん。イエーイ花金だよ。なのでちょっと YouTube も待っててください。今ねあのパフェの方も結構決まってきたので、今2回目の試作をお願いしてるので楽しみに待ってます。ではではありがとうございました。また明日も待ってます。スクショします。これ可愛いからこれします。ほうはいチーズありがとうね。あいい感じ、ブレてないかな。もう一回いっとこう。はいチーズよっしゃ。ではではありがとうございましたありがとうございました。また明日お会いしましょう。じゃあおやすみなさーん。おやすみなさーん。おやすみー。心配ないからね、口けけそうでも。お疲れ様。ではでは5、4、3、2、1バイバイ。このね目線とかでね多分みんな分かってんだろうけどね、バイバイ切ります。ほらイエーイ騙してた。だから、ね、私がこうやってね切るボタンをこうやって探してこういうところで多分ね健三さんね狙ってると思うんですよ。なんかねどこでバレてんのかなと思ったけどね、やっぱね目の動きだと思うんだよね。ここに切るボタンあるんですよ。現像ウィンやられたでしょ。目の動き、イエーイ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 は勝ちです。そう、でも現像さんがねあのマッシュル面白いよってずっと勧めてくれたのずっと見てるんで、あのみんなも現像さんおすすめマッシュぜひご覧くださいマッシュ本当に面白いよ。なんか分かりやすくて面白い。もう一回撮っちゃう。よしかわいい。はいチーズしゃ。じゃあねーきっちゃうもんね。3、2、1、来ちゃうもんね。もうこっち見ないから私。